さあ続いては競馬です。有馬記念を石井さんが取材してきてくれました。はい、まあ、北さんブラックの最終の、ね、ラストランなんで僕も楽しみにしてたんですけども、うん、はい、取材行かせてもらいました。はい、はい、あ、はい、石井さんがこのように中山競馬場で千葉県中山競馬場、石井さんの目的はもちろんやっぱ北サンブラックがもうラストランなんで、なんか最後の、はい、あの走り見たいなと思いますね。また勝ってほしいです。歌手の北島三郎さんがオーナーを務める G1 独唱の北サンブラック、引退レースとなる有馬記念を勝てば G1 歴代最多勝利、そして獲得賞金でも歴代1位に。天才武豊とのコンビで優秀の美を飾れるか、日本中の注目が集まりました。レース2時間前、馬券の予想に頭を悩ます石井さん、その左手には黄金の軍手が。決まりました。決まったと言えば決まりました。これ当たるの本当に大丈夫ですかこれ。2番で買います。そして馬券を購入、発券機も北サンブラックの馬番号2にあやかりました。石井さんの本命は2、3、10の3連複、もちろん北サンブラックを絡めています。北サンブラックの最後を見届けようと中山競馬場に集まった10万人を超えるファン、そしてついにその時を迎えます。さあ始まります、有馬記念、そしてラストランの北サンブラック1位確定になりますでしょうか。さあ舞台は整いました。第62回グランプリ、第62回グランプリ有馬記念スタート、北サンブラックもいいスタートを切りました。一番内の白い帽子、北サンブラック武豊、早速先手を取る。まだまだ先は長い。今1位です。まだ1着。北サンブラックが一度も先頭を譲らぬまま最後の直線へ。さあ追った北サンブラック、全ての思いを込めて武豊ステッキ一発二発離す離す離す、あと100、2番手角田が追いや、真ん中絞るには外からスマブリチャード、しかしこれが男の引き際だ。北サンブラック、おお、すごいすごい、頑張った、圧倒的な強さでしたね。引退の花道を最高の形で締めくくった北サンブラック、この瞬間現役最強馬は史上最強馬となりました。はい、最後北サンブラックと一緒のレースだったんですけど、はい、どういう気分で走ってました？いや、もう負けるわけにはいかないという気持ちだったんで、もうホッとしてます。最初から最後まで1位をキープして、はいはい、いいレースでしたね。そうですね、もうスタートして迷いなかったですね、はい、もう先手取ろうと思いました。最後にあの G1 7勝してるんですけども、はい、北サンブラックっていうのは武さんにとってどういう馬でしたか？いや、もうヒーローみたいな馬ですね、うん、ちょっとかけました。ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。レース後に行われた引退セレモニー、残ってくれた多くのファンへ北島三郎さんからとっておきのクリスマスプレゼント。祭りだ祭りだ祭りだ北山祭り、これが有馬の祭り。大声援に見送られ、今伝説となった名馬はターフを去りました。あら、いやあれ、黄金の左。
結果 ね、 あのね、馬券買うときはつけてなかったんですよ、僕。これそうでしょ、つけてなかった、おかしいじゃないですか、信じてなかったんですか、ね、あんまりあれなんでお返しします。いや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 、そうですよ、ね、これですよ、証拠は。そう、ここね、なんかその前までつけてたのに。2番で買ったんだ。あ、ほんと、左でつけてない。2番で買ってつけてないという。そう、だからもっと当たってたんですよ、本当は、つけてたら。ちょっとどうですか、いやいや、あのドラフト以降僕自身が何もついてないんで。あ、そうなんですか。だからもう しなかった方が正解っていう。悲しいことが、悲しいことばっかり。じゃあやっぱりこの後の、ね、さんたち続く。